家事のバランスやっぱり旦那に言わせると「いややってますよ」みたいなことをちょっと理解できないっていうのがまあ旦那から言われて、なんで6ヶ月で1人でベッドに寝かしつけるのとかで、それをもう研究見せて「あなるほど」って例えばねそうスイッチして、そこまで議論したんだ。RXの時はすごい揉めましたね。私からするとなんで私が依頼した時に動いてくれなかったのって思う部分もありますよね。なんで研究私を信じないけど研究を信じるのっていうのがちょっと思ったね、正直その時に。その家庭でのそういう衝突があったこう乗り越え方はこ うまくデータを見せたりとかロジカルに説明したことでこう乗り越えられていったけど、まあ、家庭以外の人と その関わり合い、その子供を通していろんなこうママ友とかそういうのもこうコミュニティとしてこう付き合っていかなきゃいけなかった時に、愛沙さんはさこう外国人として日本で暮らしててやっぱ日本特有のママ友コミュニティみたいなのがあると思うんだけど、そういうの難しくなかったですか？これですね、RXの幼稚園で、揉めたことがあって問題になったことがあって、まあいじめられた。要するに不思議ね、大人なのにいじめられたっていう言葉使うのが、でも使うよね、いじめられたっていうのなんていうの、いじめだと思うよ。 Yes, it's bullying 本当にね、もうで周りもそれに気づいたけど、まあなんとなく愛沙はヘルプできない。なんかジョインしたわけじゃないよ、1対1ではあったんだけど、でも誰も守ってくれなかったのはショックだったし、あとこの年齢で仲間外れさせようとするっていうのが、なんでそこまで人いじめたいのもう理解できなかったよね。もうあの後もう揉めたくないと思って、もうあえてもう壁、すっごい壁今作ってるんですよね。あ、こんにちは、はい、すいませんだけで。もう一緒の学校じゃない、一緒の学校、一緒の学校なんだけど、もう見た時にもうこんにちはもしないし、だっていじめられるのも分かってるから、どっちかっていうと他の親に影響してしまった。本当に他の親ともしかして仲良くできたのに、愛沙結構そういうところがあるよね、性格的に。一回結構やられたら、次受け入れられるのにすっごい時間かかるタイプ。もうめちゃくちゃ分厚い壁を作るから、今はね学校とかのママ友一人しかいない。でそれはもうその人にも言ってるね、他の人私いらないし、あなただけ好きでリスペクトしてるから OK なんだけど、たまに誘われるから一緒に行くって言って、もう作業しますとかってなる。もうできない、壁も作っちゃってるんだよね、自分を守るために。ママ友のそういうコミュニティ界の中でなんかボスママっていう言葉あるんだけど知ってる？あ、まあ想像はつくよね。多分ね、その人多分ボスママなのかな。なんか要は、そのママ友のコミュニティの中でなんとなくだよ、何の理屈とか何もないんだけど、評価基準何もないんだけど、なんとなくこの人の言うこと聞かなきゃみたいな。雰囲気がなんか日本人の間って不思議とできる。アメリカにもいるね、セイム、いやあるある。そう、自然となんかこう、しかもふさわしくない人が立つ時もあるよね、結構ね。そうそうそう、だからそういう時にちゃんとなんかこう優しいね、なんかみんなを思いやりを持って引っ張ってくれる人だったらいいけど、そうじゃなくって結構自己中心的ななんかそういう感じの人がなっちゃうと、やっぱその人の一声で全部なんか。他の人は家来みたいになって、イエスマンみたいな感じのこう、もうそんな感じやった、まさしくね。そしてその後に私が声をかけても返してくれなかったよね。今からどうするのって本人に聞いたら、もう完全に無視してもうあっちに歩き始めたとか、みんなで話してる時に私の声だけピックアップしなくて、みんなに「あ、そうだねそうだね」って話をするけど、私が言った時に言わなかったとか、そう不思議、もう圧倒的に仲間外れさせようとしてるから。なんか多分その自分が中心になってこの周りをこう支配したいタイプの人っていて、そういう人って他に目立ってる人がいるとやっぱ嫉妬しちゃって、その人をのけ者にしたいっていう気持ちがあるのかもしれないね。私がなんか場を支配したいのになんか勝手に出しゃばってみたいなのをなんか勝手に思って、なんかすごい目の敵にして、なんかそんな幼稚なことをしてるのかもしれない。でもそれ幼稚なこと、まあそうだよ。だからそう、さっき愛沙も言ったように、もうそういう人はこっちから願い下げだよって言って、もう仲良くする必要はないと思う。そう、日本人のちょっとこうダークなところなんだよね。なんかあんまりこうはっきり言わずに、なんかその急にねいじめみたいなのが始まって、なんとなくの雰囲気で、あ、なんかこの人ちょっと無視し始めようみたいな雰囲気が、それはびっくりしましたよね。アメリカはボスなんていうリーダーみたいな、ボスママみたいな人はいます、いるし、いじめるし、しかもいじめ方もパッシブアグレッシブっていうんだよね。こう、わかりやすい攻撃じゃなくて、こういう攻撃だから、あれ、本当に攻撃受けてるのってわからなくなるぐらいだよね。それも一緒、そこまで。でも、全員を巻き込んで、うまく、全員もこうついていくっていうのが、あれはね、日本で見て、あれは初めて見てびっくりしたんだよね。相当びっくりした。まあ、いじめな人はいるけど、ドーンってみんなを巻き込める、そこまで。っていうのはびっくりしたんだよね。だからいわゆるこう日本のなんかこう集団行動みたいなのが多分ちっちゃい時からさ、多分学校の中でのいじめとかも割とそんな感じでさ、一人がいじめられて、でいじめてるその主犯格みたいな人は一人とか二人とか少人数かもしれないけど、他の人もなんとなくこういじめ側についちゃうっていうか、あんまりその。いじめられてる子にどうにかしようみたいなアクションを起こす人はなかなかいなくって、っていうのはアクションを起こしちゃうと結局その新しい人がまたいじめの対象になるみたいな、またみんなで攻撃仕掛けるみたいな、結局大人数の方が勝つみたいなところがあるから。でもアメリカはそんなこと、確かにアメリカは個人文化だからね、集団文化というよりもまあ個人を大事にする文化なんだけど、まあグループでいじめるっていうのは起きます。特に人気者グループ、パピュラーキッズね、人気者グループと人気者じゃないグループがあるんだけど、よく例えば Stranger Things、まあ、Netflix とか、あと昔で言うと Goonies とか、まあ、そういう映画を見ると一番わかりやすいのは、いじめられるお子様は、多くの場合は一人にならないんだよね。どっちかっていうと、いじめられるグループがもうそれで友達になるっていうのが、要するに仲間外れだけのグループができることが多いんだよね、アメリカの学校では。もういじめられる子たちが一緒になって、すっごい実はね、お互いの気持ちをよく理解してる。当然ね、お互い同じ被害受けてるから、それでお友達になる。でよくあるのは、アメリカの映画とかではね、よくあるのはそこで本当にいい友達が生まれる。ライフタイムね、人生においてもずっとフレンドとして本当に強い友達関係作るのはこっちっていうことなので、多くのアメリカの場合はまあ、いじめられても一人じゃないし、他のお友達も助けてくれるし、で二人とも標的になるけど、それでも一人じゃないから、まあ、やっていけるでしょっていうのが、そういうストーリー結構アメリカの映画とかで語りますよね。だからちっちゃいお子様にはそういう映画をよく見せるね、私たちが。そっかそっか。いじめられる対象になっても、その自分と同じ価値観の子はいるから、その子と仲良くなって、そこでの楽しい世界を作っていけばいいの、他の人は関係ないんだよみたいな気持ちになればいい。それまさしく。でそうするとすっごい強くなるんだよね。どんな性格でもいじめられる人ももちろんいじめが出てくるから。でその時に、まあ、家でね、ちゃんと相談できるかどうか。だから家で相談できる環境を作らないといけない。すぐに何かあったら親がね、手伝うよっていうことを、そういう環境づくりできるのと、学校ではできれば一人にならないことはね。だから同じように他の子もいて、なんとなく自然にこう一緒に来るから、そうまさしく今言ってたように、同じ価値観者同士で集まって、そうするともう本当に世界っていうのも関係ないってなる感じだよね。いいね、なんかそういう風に考えを持てるようになれれば、ね、自分がどんな環境でもなんか強くなれそうな気がする。そうだよね、だってよく考えるとね、いじめられる人がいつも面白い人でしょ。やっぱり新しいことをやろうとする人って目立つんだよね。でそれを潰したくなるのは周り、それでもどんどんやっていくっていうのは、めちゃくちゃ強くなるんだよね。だからまあそういう映画結構うちもね、グーニーズとか子供に見せて常に話してるんだよね。ああいじめられてるんだよね、ああいじめっ子だよね。なんでもいじめられてるけど、2人3人で楽しくやってるよね、ハロウィンは。確かに大人数でパーティーに行ってないけど、自分3人でボードゲームやってるんだよね。まあそれは自分の幸せだからいいんじゃないみたいな。なんかその話聞いて思ったのは、その日本の学校とアメリカの学校で大きな違いっていうのは、そのアメリカの例えばじゃあいじめられっ子だとしても、結局その自分の価値観というか、自分の中のその価値観はこれでいいんだって、その他人と比較しないところがいいなって思ってて、でも日本って結局そのいじめられっ子じゃグループがあったとしても、結局他人と比較して、そのでも自分はやっぱり他の人と比べたらいじめっ子グループに属してるみたいな、その主軸が他人と比較しての自分の位置。アメリカはそのもう自分の中の価値観もこれでいいんだっていう感じだけど、日本は結局他人と比較して自分の位置をなんか決めがちな気がする。その理由は0歳から一個人として接してるからね、もうあなたはみんなと違うよ、なんてグループの一部ですよじゃなくてみんなと違うんですよっていうのはもうデフォルトになるから、一緒にならないのがもう普通だよ。だって一人一人だからね、みんなっていう、まあその個人の文化の強みだよね。私それで言うと日本で育ったけどちょっと個人主義みたいなところがあって、なんかあんまり団体でねなんか属するのがそんなに得意じゃなかったの、っていうのはうちのねその父がその昔からね言ってきてくれたことっていうのが、もうよそはよそだから、うちはうちだから、でもちっちゃい時から言われてたの。だから例えば何か欲しいとか言っても、あの子と同じようなこれが欲しいとか言っても、いやよそはよそ、うちはうちだから、あの子が欲しいから欲しいじゃなくって、ちゃんと自分がどうしたらいいのか決めなさいみたいなことをちっちゃい時から言ってくれたおかげで、なんか今自分はなんか他人と比較せずにちゃんと自分の価値観でこうなんか軸を置けてる気がする。そう、自分がどうしたいかの方を大事にしなさいって言われて、それは全て、もう本当にそれは全てだから、本当にそういう風に言われて育ってよかったなと思って、でもみんなが違うし、それでいい、そっちの方がいい、そう、そのみんな違うんだってことをちゃんと認識して、そう、それぞれがじゃあどう一緒に心地よく過ごしていけるかっていうのを考えていかなきゃいけない、そういうことだよね、まあでもそれ理解できない大人もいらっしゃるから、あの人みたいにいらっしゃるから驚きましたね。普通って高校までかなと思ったんだけど、大人でしょ。こういうねいじめみたいな体質っていうのは学生の時もあるし、ね、会社でもね、たまに会社でめちゃくちゃやられた。そう、先輩に、ママ友じゃなくてもう先輩に、すごい一人だけね、もう15年間会社に行ってて、何にもそんなされなかったけど、何もなかったけど、一人だけはね私のこと嫌いになって、わ、すごかった。今でいうパワハラみたいな感じ。パワハラですね、完全にパワハラ。そう、子供でいういじめだよね。学生でもある、会社でもある、ママ友でもある。それがなんか例えばね、リタイアした、そういうこうリタイアコミュニティでもあったりする。いやだから日本は多分どの世代でも存在だから、それ分かってるから、いじめてるっていうのが多分分かってないと思う。分かってないって信じたいんだよね。海外でもね、アメリカでも思うんだよね。多分分かってないんじゃないかなってちょっとって信じたいんだよね。あまりにもひどすぎるから。子供なら、まあ、脳の成長とかまだついていってないとか、いろいろまだ学びきってない、教えてもらってない親にねとかあるけど、大人はね、mean でしょ？ひどい。It's just ひどい。Like why？ どうな、大人になってのこういじめをする人ってどういう心理なんだろうね。私もわからないけど、多分暇で自分の私生活が多分満たされてない人がやっぱりその多分自分よりなんかちょっと目立ってる人とか、なんか嫉妬しちゃう対象を見つけたりとかして、そこでなんかこう憂さ晴らしっていうか、そういうところで気分を発散させてるのかもしれないよね。だって自分が多分満たされててこう幸せな生活を送れてる人って他人を傷つける必要ないじゃない。必要ない、全く。だから多分そういういじめちゃう人っていうのはやっぱ自分自身気づいてないだけで多分満たされない何かがあって、多分不幸なところがどっかしらあって、それがやっぱ他人にこう傷つけるっていう行為になっちゃうのかもしれない。だからそう、YouTube とかでもさ、たまに変なコメントがあるでしょ。その時に私は思うのは、この人にこんなこと言われたって、私は十分幸せですからって思って、そうなんか、あ、すごくこの人は自分の私生活うまくいってないんだろうな、他人に傷つけないと自分保てないんだろうな、かわいそうだなっていう風に思うようにして、まあそうだよね、でも本当にその通りだよね。満たし、まあハッピーな人だったらね、わざわざそこに時間をかける必要がなくてハッピーなことするんだよね。確かにたまにね、私も思うんだよね。何か友達に例えば言った後に、あ、もしかしてこれを言ったってなんかあるじゃん、たまに。あ、こういう話したんだよねって思うでしょ。で振り返る時に、あ、私これ言っちゃったから、もしかしてこれ思われたんじゃないかなと思って、もうずっとモヤモヤするから、その場でメールするよね。今日はねこれ言っちゃったけど、このつもりで言ってたんだよね、本当に気にしないで、まあ、全然変な意味じゃなかったし、なんかね、だから自分もやっちゃってると思うんだよね。でもできるだけ、考えるようにしてるんだよね。あ、もしかして今日はこういう言い方はダメだったかなとか、そうだから日本のなんかそういう独特のなんかそういう悪気はなくて、本当にそういうつもりで言ったんじゃないんだけど、受け取る側はすっごい意地悪に聞こえて、何あの人あんなこと言ってみたいなのを根に持って、うん、それでそこからその人に対して無視が始まっちゃうみたいな。でも相手は本当に悪気がなく言ってないことで、すれ違いで結構その関係が終わっちゃったりして、だから日本はその出してる言葉以上になんか思いが全部 100% 言葉になってるわけじゃないから、日本人の日本語でのコミュニケーションってすごい難しい。そうね、あれでしょ、コンテクストカルチャーね、コンテクストカルチャーね。だからさ、私はそういうところで大事にしたいなって思うのは、その出てきた表面的な言葉はなんかね、ちょっと間違ったかもしれないけど、でも本人はそんなことを言ってるつもりじゃないっていうのを受け取る側が分かってたら、出てくる言葉っていうのは私はあんまり関係ないって思ってて、私はそういうふうに考えられる人になりたいと思ってて、例えば昔ね、日本で働いてる時に、その仕事終わりの時にね、ご苦労様って言ってくれる人がいて、で日本語ってさ、ご苦労様とご苦労様、ご苦労様お疲れ様ってあって、ご苦労様っていうのは下の人に対して言う時で、ご苦労様を上の人とかその、ね、同じ同僚とかにの失礼みたいなことになるけど、でも私はその時その人はね、お疲れ、ご苦労様って言ってたけど、でも私はその人の人となりをしてたし、その人は本当にねぎらうつもりで、お疲れ様って意味で単純にご苦労様っていう言葉を使ってたっていうのを知ってたから、別に私はその表面的なところで何ご苦労様ってみたいなことは思わなかった。だから受け取る側もちゃんと言う人のそのちょっと背景を読み取れるぐらいのその気持ちになれたら、なんかもっと衝突って減るのかな。それはそうだよね、確かにその通りだね。私もね、結構会社の中でやっぱそういうニュアンスがわからないね、日本語のニュアンスわからないから、言われてて実はプチいじめなんだけど気づかない時も結構あるんだよね。で会社の中で少しずつ教えてもらう、ご苦労さんはこうだよとかって言われるけど、自分もたまにわからないんだよね、言われて実はふわって与えられてるけど気づかない、日本語のせいでね気づかないとか、傷つけようとしてる人はまあわかるよね。そうそうそう、すごいよ、1時間経ってる。いや、ありえる、全然ありえる。だってなるみともね、普通に1時間半ずつぐらいだったから、もう全然。あと編集だけはね、ご苦労さんご苦労様でした。まあたくさんね、子育ての話、違いとかね聞けますけど、いや本当に楽しかった。いや楽しかった。さっきね、あいささんは私のボイシーの方でも聞いてし、あとね、さっきアイシャのそうだね、そうだ、アイシャさんだったね。アイシャの YouTube の方でも登場コラボしましたんで、よかったら皆さんそちらにも遊びに来てください。概要欄にねリンク貼っておきますので、ね、そちらも楽しみに見てください。ということでありがとうございました。じゃあ皆さんまた次回の YouTube でお会いしましょう。アビアトー、バイ。I forgot how to say in French. Abianto. 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 Okay, 1, 2, 3. Abianto. It's so fake. I'm like 1, 2, 3.